え日々とご拝見してます田舎で農家をしているものですが新鮮野菜の産地直送の通信販売を考えていますハウスでの生育ではないので新野菜しか対応できませんが販売専用サイトを作るインスタグラムで宣伝し集客を目指したいと思ってます有効や周りの農家さんを巻き込み農作物の通信販売のプラトンもできたらと思ってます集客方法やおすすめの詰め方などアソバイスいただけたらお願いしますえっとその結局あのどんなものを食べたいかで味比較してちゃんと食ってる人ってあんまいなくてその自分が買って 食べてるものっていうのがそれなりに美味しいと思い込めるかどうかなんですよね。そそのの例えばじゃあその ええと、北海道のえ、小豆が美味しいよね。っていう。まあ、あのブランドっていうのがあるんですけど。でも、じゃあ世界中の小豆と食べて比較して北海道がいいよね。っていう人ってあんまりなくて、なんか北海道のってちょっと高いし、美味しいって言われてるから、じゃあそうなんだろうなっていう感じで、割とその高く売られてるって事があるんですよね。なので、その自分たちのその顔出して、じゃあその安全に作ってますよ。とか農薬あんまり使ってませんよっていうとあじゃあ信用できるよね。みたいな形になるので、そのなん。そのまあ、自分たち。自身 その産地だったり何かそのあのブランド価値を作るためにまあその本人が顔出したりとか特殊な名前を付けたりとか例えばあの下仁田ネギっていう名前だったりってそのなんかまあどこでもあのネギ作るんですけどなんか下ネタで作られたネギは美味しいんだろうみたいな感じでそのブランドが作られるみたいになったりするのでなのでそういうブランドを作るといいんじゃないかなと思います。はい